んは。こんばんは。今日もお仕事ご苦労様です。あ、いや違うんです。え、俺ここに住んでるみたいなもんなんで。私には月が全てだから。月明かりに照らされた彼に起きた出来事とは、大洪水に見舞われた被災地のとある会社で起こった不思議な物語。この結末にあなたは何を思うのか。迷惑かけてるよね。でも俺大丈夫だからさ。いい加減にしろよ。この辺にしてあげてください。芝居どころ味一番が送る切ない幻想物語、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。